こんにちは、花井龍馬さん、質問がね、質問で返ってきましたね。行動できる人とできない人の差でしょ。これね、行動できる人と行動できない人がいるんではなくて、私の考えは行動する時期と行動しない時期が人にはあってですね、例えば極端に分かりやすく言いますと、100年後に行動する意識が来る人がいるんですよ。でも寿命が追いつかないですよね。そういう方もいると思うんですよ。で、あとは行動してみるっていう意識が、5歳とか6歳でこうね、発動する方もいるんですよね。そうするとそこで行動すると目立つんで、その後の人生特に行動しなくても有利に運ぶってこともあると思います。まあ、ということなんで、行動できない人がいるわけではなくって、行動しない時期とする時期ってのがいつ来るか分かんないっていうところなんじゃないですかね。で、その行動する時期を前倒しにさすために、いろんなモチベーションアップとかきっかけってものがあるのかなと思います。まあ、例えばね、かっこいいギターの演奏を見て、わあすごいな、かっこいいな、自分もやってみたいなって思うのが中学生の頃なのか、それとも20歳を過ぎたなのかによってもだいぶチャンスって変わってくると思うんですよ。で、30代ぐらいになって、ちょっと金持ちになりたいな、そろそろって思う方がいるとしたら、何か欲しいものがあったり、何かに触発されるという外部からのね、影響で、そういうふうな気持ちになると思うんですよね。で、これがね、内部からの気持ちになれる人ってのもいるんですよ。内部で自分の内側から燃え上がるものに従って行動できる人。だから他者の情報を必要としない人っているんですよ。まあ結構ね、そういう方は、天才の部類に入るかなと。何の影響も受けずに、自発的に思いつき、きっかけをつかんでいける、まあこういう方ってのは、まあ天才なんでしょうね、きっとね。でもそういう方はあまりいないと思うんですよ。私たち普通の人っていうのは、誰かの何かに影響を受けて、こんな人になりたい、あんな人になりたい、こういうふうにやってみたいっていうふうな、テレビを見たり小説を読んだり、誰かのね、リアルな体験を聞いたり見たりして、そういう気持ちが前倒しになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私が花屋龍馬さんに会って、花屋龍馬さんみたいになりたいなと思ったら、その時がこの遅まきながら48歳からのスタートなんですけども、今ね、10歳ぐらいの人が花屋龍馬、10歳ぐらいの人がね、花屋龍馬さんに会うと、10人中13人ぐらいがね、花屋龍馬さんみたいになりたいって言って、みんなで髪を染めたりね、ニートしてみたりとか、電撃用カードやってみたりとか、何ですか、遊戯王カードやってみたりとかすると思うんですよ。だから、きっかけを与えるために発信することって、多くの人の変化のタイミングを提供することになると思いますんでね、花屋龍馬さんの活動ってのは素晴らしいんじゃないですかね。はい、ということで私の答えになったでしょうかね。はい、それではですね、今日はこういうことをちょっとね、今私取り組んでるんで、花屋龍馬さんにもちょっとね、お知恵をいただければと思うんですけども、これはね、特別定額給付金じゃないんですけども、ちょっと似たテーマと言えるかな、生活保護です。生活保護費って地方では9万円ぐらいだそうですよね。そして都市部では15万ぐらいなんですよ。で、その間で生活保護の方ってのは、もちろん家賃補助とかね、医療費がタダみたいなことも、特典もあるんですけども、基本的には現金支給はそのぐらいだっていうふうに聞いてます。で、これで本当に足りるのかなと。健康で文化的な暮らしが、これで人は送れるんだろうかって考えたときに、私はとても無理だと思うんですよ。今、この生活保護制度っていうのは、確かね、36年前に作られたものだそうなんですよ。当時はインターネットもありませんし、もちろんスマホもありません。そう考えると、私は思うんですけども、税金の率も違いますしね、今の生活保護費って、値上げしなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。逆にね、今ね、どんどん切り詰められてますけども、値下げされてますけども、私はね、30万ぐらいは絶対いるよなと思うんですよ。だって生活保護でしょ？生きていればいいってもんではなくて、そこから再起をかけて、新しい自分になるきっかけもつかめると思うんですよ。でも今はね、なかなか難しいです、そういうのが。こんなね、15万ぐらいのお金では。だから私はね、最低30万ぐらいは出さないといけないんじゃないかなと思います。じゃあ30万何に使うのってことですけども、例えばね、通信教育を受ける費用なんて今の、生活保護制度の中に入ってないわけですよ。成人してから大学に通ってみたいとかね、どっかなんか書道教室行ってみたいとか、空手道教室通ってみたいとか思っても、月謝が払えないわけですよ。5000円とか1万とか毎月かかるわけじゃないですか。生活保護を受けてる人は、そんなね、自分のことを育てなくていいのか、自己教育しなくていいのかっていう話になったら、そんなことはないですよね。生活保護になってる人も同じように教育受ける権利はありますし、それに費用がかかるんだったら、国としてはね、将来世代に対して投資をしなければならないと思うんですよ。で、私は生活保護っていうのがちょっとね、普段から忘れられているし、生活保護を受け取った方も
なんか一種の後ろめたさが、ね、もしあるんだとしたらそんな必要はないと思うんですよ。これ権利ですからね。あの歯医者さんに行っても7割は負担はあの保険でされるわけなんですよ、普段払ってる保険料で。それと同じ感覚で、うん、生活保護ってのも必要な時には誰でも使えるっていう風にしたらいいと思うんですよね。まあ、ですんでブラック労働で手取りが15万の人も、あと残りの15万っていうのは別に生活保護で支給してもらえばいいんじゃないですかね。で頑張って働く部分と収入がその会社からもらえる部分と、生活保護費が30万だと設定したら、その生活保護の30万にも行ってない労働をしている方は国の方からお金の支給を受けるみたいな形でね、やっていけばいいのかなと思うんですけどね。どうなんですかね。まあそんな感じでね、いろいろと思ってますけども、花よりもさん、生活保護に関して何かねコメントがありましたらよろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。